どうもこんにちは、今回はですね、ジンオーガのライトボウガンを作ってみましたので、そのお試しにですね、上位のジンオーガ買ってみたいと思います。さあ早速行ってみましょう。でこちらジンオーガですね、を相手にジンオーガのライトボウガンということで戦っていくんですけれども、こちらのボウガンね、残裂弾の速射対応なんですね。で、こんな風に頭をなるべく狙って当てていく感じで戦っていくんですが、今回ライトボウガンじゃなくて、なんだっけ、ロングバレルを装着しておりますので、もっと遠目からね撃っていいんですが、まあ、結構近いですよねこれね。実はライトボウガンね、操作にあまり慣れていなくて、こんな感じで無駄に近くに行って撃ってね、被弾しちゃうことが結構あります。お、危ない。こんな感じですね。ライトボウガンの場合、やっぱりね、その遠くから撃ってモンスターの動きを予測しつつ早めに避けるということが大事になってきますね。これはちょっと悪い例ですね。危ない危ない。でひたすら頭付近をなるべく撃ち抜く撃ち抜く。で赤いね、エフェクトが出てる感じを心がけるということですね。ほんとたくさん撃ち込みたい。なかなかねうまくいかない感じですけれども、危ない。この戦いながらね、ショートカットで弾丸を作る、これ結構便利ですよね。ありがたい。しかも一発じゃなくてね、すべて調合というものが使えますので、まあ、一瞬で全弾補充できます。危ない。さあ頭を狙っていく。でここでですね、ちょっと私が下手なせいで調合分含めて残裂弾がつきます。でまあちょっとねこのまま行こうと思ったんですが、やはりライトボウガンね、このジンオーガのライトボウガンは、残裂弾が強力なので、まあこういった場合はですね、我慢せずにベースキャンプへ戻って弾を補充します。アイテムマイセットからね、この残裂弾用のアイテムを補充して、さあ試合再開です。はい、ジンオーガのところにやってまいりました。さあ打ち込んでいきましょう、残裂弾。お、こっち向いた。あ、逃げましたね。追いかけましょう。危ない危ない。そしてこれを避けてからの打ち込み。さあこっち向いて、はい、打つ。とちょっと打ち込んだところで、モンスターのアイコンの下に青いマークが現れました。もうちょっとだったんですね。うまく立ち回ればおそらく補充しなくても捕獲まではできたかと思います。さあチャンス、罠を置いて、落ちませんね。あれ、落ちました。で捕獲ということになります。ありがとうございます。報酬もレア素材いただきました。ありがとうございます。まあこんな感じでライトボウガン初心者でもだいたい時間9分
程度で刈ることができました。ジンオウガのライトボウガン、結構使いやすいかもしれません。はい、今回の装備なんですが、頭がバイク S、胴もバイク S、腕がジュラアームで、腰がクロムメタル、そして足は金色ですね。装飾品はこんな感じです。まあ、このバイク S とかね、についてはスロットが多いので、そこにこういった装飾品を埋め込んで、まあ、半ば無理やりにですね、スキルを発動させている感じであります。発動スキルは、超会心レベル3、弱点特攻レベル3、弾丸節約レベル3、反動軽減レベル3、速射強化レベル3、装填拡張のレベル2と、装填速度レベル2。ここまでがですね、まあ、このライトボウガンのために付けたスキルですかね。まあ、その他はおまけで付いてる感じですね。以上。ジンオーガのライトボウガン装備のご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。